長崎の平尾生徒です。入学おめでとう。ありがとうございます。今の気持ちを聞かせてください。とても感情に表せないほど嬉しいです。えまだ一日ですけど、学校生活はどうですか、まあ。とても厳しいところはありますが、頑張ろうという気持ちが強強いです。えお師匠さんは誰になりますか。師匠は井上正樹さんです。え、父は。父は平尾正也で元競輪選手です。 えー、師匠は何かこう学校入るとき、そうですね、なるべく、まあ、上に上がってこい、強くなれるみたいなことを言われました。お父さんは何て言ってますか、まあ、なるべく先行して、頑張ってこいと言われました、えー、学校生活の中で、自分の中の課題はどういうことがありますかそうですね、座ってからのスピードがなかなか伸びないので、そこを頑張って練習していきたいと思っています。 それでは最後にね、芸人ファンの皆様に熱いメッセージをお願いします今から一生懸命頑張りますので、応援よろしくお願いします。